感な顔がにやける。はい、ともやさんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、もう抜群に美味しいコーヒー入れたいと思います。まあコーヒーシーズン入りまして、まあものすごくコーヒー人口も増えたと思いますし、あのここでね、ちょっと僕的一番まあ美味しいと思ってる、本当主観なんですけれども、僕カズマックスが最高に美味しいと信じているまあコーヒーを今日は入れていきたいと思います。はい、それはこちら、天然素材で本格コーヒーネルドリップコーヒーフィルターハリオの、DFN1 という、ま、モデルのこのネルフィルターですね。ネルドリップで、入れるコーヒーのことでございます。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、こちらがコーヒーフィルターですね、3枚組になっております。まあ、見たまま名前のまんまネルフィルター、布のフィルターなんですけれども、これで入れることによって本当にコーヒーが美味しく仕上がるんですよ。具体的に言うと、柔らかく、ま、滑らかで、コク深くて、そして万人受けする、特にま欠点らしい欠点がない、他のねペーパードリップよりも、滑らかコク深いし、金属フィルターよりもこう繊細というかすごいのよ。まあ、唯一欠点としてはちょっと手間がかかるってところなんで、まあこれによって僕普段やらないんですよ。たまにやっぱ一番のコーヒーだから、一番はたまにこう飲んでこそじゃないですか。まあそういう感じで、ほんととっておきのコーヒーなんで、ぜひぜひ皆さんにもやってほしいんですよ。で、最初買うときはこれ、ウッドハンドル一つついてきて、フィルター一つなんで、ぜひあのお試しのつもりでね、あの試してみてください。まあとりあえず今回やってみたいと思います。はい、それでは本日もキッチンにやってまいりました。準備をしていこうと思います。まず、手鍋を準備して、お湯を沸かします。で、この時にですね、この、朝入れて取っておいたコーヒーの粉を少し入れます。まあ、ほんと大体でいいんですけど、まあ、1スプーン、2スプーンも入れれば十分かな。ちょっと焦げないように軽く回してあげて、よし、沸きましたね。じゃあここに、ネルフィルターを入れますよ。沈めてなじませます。まあこれで弱火にして大体10分くらいかな、1回目だと。まあ2回目以降は大体3分とかでも十分なんですけども、基本的にネルってネル臭いんで、最初の1回は特にしっかりとまあ煮沸をしてあげて、ネル臭さを取ってあげて、さらにまあコーヒーの粉を入れることによって、こう味と油分をなじませて、出てきたコーヒーの味に影響が出ないように、こなれた感じにこう持っていってあげてるって感じですね。よし、10分経ちました。あとはこれをまあ洗って絞るだけですね。よし、はい、というわけでお茶会社準備は完了でございます。ちょっとめんどくさいでしょ。これに加えて使い終わった後、粉を捨てて軽く洗って、煮沸はしなくていいんで、こういうジップロックとかの容器で、水を張って必ず冷蔵庫で保存しておきましょう。これをしないと、もしくは乾燥とかさせてしまうと、雑菌が繁殖してしまってどうしても臭くなってしまうので、まあ、しっかりとこういう容器に入れて、保存をして、だいたい1日1回かな、水を変える、まあ、使わない日も必ず変えてあげて、1週間もし使わなかったらその時点で煮沸をした方がいいと思います。まあ、そのくらいかな。それだけ守れれば本当に美味しいコーヒーがこれによって飲めます。まあ、実際入れていきましょうか。どうしようかな。取っ手で持ってもいいし、ドリップスタンドを使ってもいいんですけれども、まあ、せっかくだからちょっと取っ手にしましょうか。いきます。まあ、ほんとお気持ち程度なんですけれども、ペーパードリップの時より若干蒸らしのお湯が
少なめですね。あんまり外側に沿いすぎるとこれネルなんですぐ突き抜けてしまうんでね、ちょっと中心寄りで、まあそれでもお湯が全体になるべくいくように回してあげます。うん、なんかもうすでに絵面がおしゃれよね。こう自分ですごく入れてるって感じが、まあ、左手からも感じる、まあ、ゆっくりじっくりね入れてあげましょう。よし、 OK、 こんなもんかな。落ちる速度こんな感じです。ペーパードリップとかより若干遅いくらいかな、まあ、じっくり入れるタイプのドリッパーですね。じゃあ下ろします。絶対に美味しいコーヒーが出来上がりました。さあ、いただきます。分かってた、うん、分かってた、美味しい。めちゃめちゃうまい。うん、あの深煎り目だからしっかり苦味はあるんだけれども、なんだろう、全くねこうストレスなく飲めるというか、強さがないんですよ。こう単体でいないというか、苦味、甘み、こう他の濃いみたいなもの、まあブレンドだから合わさってはいるんだけれども、いつもよりさらにこう混然一体となって、こうハーモニーになって、口の中に入ってくるというか。でそれを可能にしているのがこの滑らかな油分なんですよ。練るだからこそ出せるこの本当に繊細でまろやかな味わいというか、こう口に入れた時にあ柔らかいみたいな。いや本当ね、幸せを感じる味なんですよ。特にまあ深煎りが合ってると思う。浅煎りももちろん美味しいんだけれども、深煎りの方が油分が出るからこの練るに相性抜群で、あの本当美味しいです。いや本当にね、僕は昔からこのネイルドリップこそがコーヒーを入れる上で最高の抽出方法だと思ってるんですよ。もちろんあのサイフォンとかフレンチプレスとかペーパードリップとかマキネットとか、まあ、エスプレスとか他にもいろいろと、美味しい抽出方法ありますよ。それぞれ美味しいですよ。だけどこのネイルドリップは本当に安定してまず間違いなく美味しいんですよ。こうコーヒーの味を格上げしてくれるというか、自分のこう味を半段階、まあ1段階くらいこう上げてくれるコク深いコーヒーっていうものは、あこういうことかっていう、まあザ・コーヒーっていうものの最上級というか、特に、僕深煎り寄りが好きなんですけれども、その持っている油分をしっかりと生かしてくれて、でその油分によってさっき言った苦味とか甘さとか香味をいろいろまとめて、柔らかく口に与えてくれるんですよ。本当に美味しいんで、あのぜひぜひドリップ方法迷ってる方、あのちょっと試しでね、あの1個買ってみてやってみてください。あの絶対美味しい冬のコーヒーが飲めると思うんで、チョコとかにも合うからぜひぜひおすすめでございます。ぜひ。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、ネルドリップのご紹介でございました。皆さんぜひぜひやってみてください。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。